パンプ様、へえ、なんかクール便で大きい荷物が届きましたけど。あ、来た来た。これ何ですか？大量の冷凍食品ですか？違う違う、怪人。これが怪人？デルズ君、まだ完全体じゃないからね。低温で眠らせて運んでもらったの。へえ。完全体になるまではしばらくこうしておくしかないね。じゃあ、今夜のお風呂どうするんです？今日はどうしようもないからさ、みんなで銭湯行こうよ。ところでこのデルズって人、何食べるんです？やだ、困る。ご飯のこと考えてなかった。特別のものしか食べなかったらどうしよう。はい、あ、そうなんですか。はい、どうも、失礼します。生肉なら何でも食べるって。牛でも豚でも鶏でも。あ、でも今うちお肉なかったよね。この間のハンバーグの残りのひき肉がまだ冷凍になってますけど。でもひき肉は食べにくいでしょ。水の中じゃさ、こうバラバラになって。あ、じゃあちょっと早いけど買い物がてらに銭湯行こうか。いやー、たまには大きなお風呂ってね、もうこれいいですね。足が伸ばせて伸び伸びするね。極楽極楽。ところで、あのデルズって怪人強いんですか？いや、とにかくすごいっていう話だよ、本部の噂では。噂か。実は私もデルズ君の真の姿を見たことないの。へえ。じゃあ完全体になるの楽しみですね。そうだね。お風呂でさっぱり、いい買い物もできたし、鶏の胸肉が 100g48円だもん。それってごめんなさい、安いんですか？いや、冷凍の輸入物だけど、月末のセールでもめったに見ない値段だよ。あ、あの赤い首はお向かいの森末さん家のみーちゃんだ。こんなところまで来てるなんて行動範囲広いね。あら、森末さん、みーちゃん探してるんですか？あら、バンプさん、そうなの、夕飯時にはいつもいるのに。あ、みーちゃんならさっき見ましたよ、三丁目の方で。え、本当？行ってみるわ。その間にみーちゃん帰ってきたら捕まえておきますよ。いない。あ、留守にしてる間に完全体になっちゃったんだ、きっと。バンプ様、ちょっと来てください。天井裏から何か聞こえます。あ、そこの天井板外れてる。もしかしてデルズ君？ん？静かになったよ。みーちゃん。この日よりプロシャイム川崎支部の天井裏に謎の怪人デルズが住み着いたのであった。果たしてデルズの正体とは、その目的は、そしてミーちゃんの運命は。
騙されんなよ。甘さ控えめって言うとイメージいいけど、砂糖が少なくて損ってことだぜ。わかったよ。バンプ将軍のさっと一品。こんにちは、バンプです。今回は第3回目。さ、張り切っていきましょう。早速今日もお料理。今日は簡単釜玉うどんのご紹介。それじゃあ早速材料の紹介。まずは市販の冷凍うどん1つ、それと生卵1個、かつお節パック、それと醤油、あとはネギ1本。材料が揃ったらお料理。まずは凍ったままの冷凍うどんを水にくぐらせて丼に入れ、レンジで完全に熱くなるまでチンしちゃいましょう。刻んだネギ、かつお節、生卵を入れて醤油で味付けをして、出来上がり。釜玉うどん、汁も作らなくていいから簡単。熱いうちによく混ぜて召し上がれ。バンプ様、これ美味しいよ。釜玉うどんはうどんの本場さぬきでポピュラーな食べ方。今時の冷凍うどんって美味しいよね。いらっしゃい。あ、怪人だ。何しましょう。え、あー、じゃあラーメン。はい、ラーメン一丁。フロシアイムの怪人じゃねえよな。初めて見んもんな。あんた、もしかしてバンプさんとこの怪人さん。え、あー、まあそうっすけど。あ、もしかしておやつさんもフロシアイムにいたんすか。いや、そうじゃねえんだけどよ。いや、俺一匹狼だったからさ、一丁世界征服でもしようと島根から出てきたんだよ。そうじゃね、俺も怖いもの知らずよ。地元の方じゃ怪人仲間とタイマー張って無愛だったからよ。ドリルアローで。ドリルアローで。お、手をこうやってな、切りもむしながら敵に突っ込んでいく技なんだけどよ。俺が考えたんだよ。マジっすか。調子抜いてが10メートルぐらいの岩盤ならぶち抜けたよ。本当っすか。俺すげえっすね。すげえっすね。すげえだろ、お前。うん、まあ、今でも酔った時に豚骨砕くのに繰り出したりしてるけどよ。まあ、たまによ、たまに。今も酔ってます。酔ってねえよ今。大丈夫ですか。大丈夫だよお前。で、その必殺技を引っ提げて川崎にやってきたわけよ。今考えると本当無計画だったんだけどよ。見つけたヒーローを一人ずつ買っていけば、いずれは世界征服できると思っててよ。よで、一番最初に見つけたのがよ、絵が見えた気がします。俺も若かったんだよ。てめっせえなきゃいけない。俺はあの時初めて死の恐怖を知った。そして崩れていく意識の中で、俺は自分の心の折れる音を聞いた。ちょっと、君、大丈夫？その時声をかけてくれたのがバンプさんだったんだ。はいはい、大丈夫だから。相手が悪かった。相手がその人、レッドさんって言ってね、私たちの宿敵なの。でも、ホライ君は怖いもの知らずだね。若いっていいね。私も君くらいの時は無茶したもんだよ。ほら、温かいものでも飲んで少し横になりなさい。私たちも明日レッドさんと対決なの。君の敵取ってあげるからね。ね。で、バンプ様たちは結局？ああ、敵どころかいつもよりひどくやられちまってよ。大丈夫、ガズリ君。ちょっとそこに寝てみて。いってずり、すまんずり。レッドが俺のことをフロシアイムの怪人だと勘違いして不意打ちされたと思って切れまくったんだってよ。不意打ちですか。不意打ちっつったろ。あばらに3本いってるかも。
頭の方は大丈夫？サッカーボールみたいに蹴られてたけど。オイラは全然平気ですが、そういうバンプ様こそ大丈夫なんですり、そのお背中。大丈夫大丈夫、少しオーバーに痛がっていただけだから。でもあのレッドにズリズリ蹴られたら。大丈夫だって、私慣れてるから。な、慣れてるって、あなたたちあの赤いのとしょっちゅう戦ってるんですか？そうだよ、だってレッドさんと私たちは宿命のライバルだからね。おかわりズリ。結構結構、それだけ食欲あるなら大丈夫だね。栄養つけて次こそはレッドさんを抹殺しようね。おお、そういえば昨日ニコタマで有名人見たよ。鬼強いレッドさんと全く心の折れないバンプさん、その時悟ったよ。世界征服は俺なんかが目指せる次元のものじゃないんだって。はい、お待ち。で、その後ラーメン屋でバイトしてたんだけどよ、いつの間にかこうして自分の店を持つことができたってわけよ。へえ。後悔してねえんすか？全然。この仕事すごい充実してるからよ、常連さんも大勢できたしよ。いらっしゃい。いつもの。じゃあ私も。あ、レッドさん、かよこさん。こっちこっち。バンプさん。バンプさんも来てたんだ。ここのラーメン美味しいもんね。おい、なんでこっち来んだよ。いいじゃんね、一緒に食べましょう。ねえ。へい、お待ち、メンマラーメン2丁。相変わらずまじいな、おい。大将。もう、すぐそういうこと言うんだから。すごい美味しいですよ。あるぞーす。天体戦士サンレッド。これは川崎市で繰り広げられる善と悪との戦いの物語である。野菜いらて蓋して、団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味に、ポン酢それともごまだれで、団子鶏団子食べよう。締めにはうどん入れて、タンの鶏団子鍋食べよう。川崎市の某山地、この日フロシャイムの恐るべき悪魔たちの決起集会が開かれている。軍団結成だな。早速バンプ様に報告せねば。我らが御敵、天体戦士サンレッドの首か。いいだろう。アニマルソルジャー出撃するよ。おかけたストーリー、地球の平和を守るためにまた今日も一人6畳まで腕立てストレッチ、踏んづけても踏んづけても水泳のアクア、頑固でしつこい油汚れによく似てる、サンレッド。
顔も忘れたよ。やっぱ最初にコンビニ寄っていけばよかったな。クソ、コンビニじゃねえとアインしている1リットル98円の牛乳パックタイプの麦茶売ってねえんだよな。自販機だと350ミリで120円だもんな。クソ、パチンコで2万5000も負けなきゃこんなレベルで悩まねえのによ。一緒に行こうよね。家族ってことにすればいいじゃん。俺はいいよ。佳代子が置いていった金の残りは5000円弱。社員旅行から帰ってくるまで1日1000円でやりくりしねえとな。今からコンビニ戻ったら豚丼冷めるしな。500ミリリットル100円のウーロン茶ならすぐそこの弁当屋にあるけど、吉田屋の豚丼持って弁当屋でウーロン茶だけ買うっていうのも抵抗あるしな。マンションの水まずいんだよな。まだ新築でカルキ臭くて。あ、そうだ、災害時用に買ったのがあった。あれのも。あれ、戸が開いてる。おかしいな、鍵閉めていったよな。俺、あれ、水がね。俺いつなんだっけ。しょうがね、水道水で我慢するか。あ、あれ、水が出ねえ。なんだよ、断水かよ。くそ、こんなことなら素直に自販機買ったきゃよかった。え、売り切れ、さっきまであったじゃん。っていうか、お茶だけじゃなくておしるこ以外全部売り切れかよ。しるこで豚丼って喉通っていかねえだろ。駅まで戻らねえとこの辺もう自販機ねえしな。あー、くそー。泣きっ面に蜂だよ。え、ここんち洗濯してる。この辺断水してんじゃねえのか。うちのマンションだけ断水のお知らせなんかねえぞ。あ、なんだよ、なんでうちの水道管のバルブだけが閉めてあんだ。ふざけやがって。テビリネコくん、今度はもっときつく閉めちゃうのよ。うん、何やってんだこら。逃げろ。待ってこら。デビルネコくん、僕のことは構わないで、みんな逃げて。そんなことできないわ。お前らな、どういうことだ。なんで人の家の水道止めてんだよ。言ってみろ。あの、地球上の生物にとって一番大切なものは水。そうそう、レッドさんといえど、水を断たれれば死からは逃れられない。アホか。だから人んちの水道止めやがったんだ。暴力反対。指図できる立場じゃねえだろ。あ、まさかリュックの水盗んだのもてめえらか。うん、自販機のジュース買い漁ったのも。そうです。てめえらのおかげでおしるこ買う羽目になったじゃねえか。おしるこ買ったの。なんだよ。いや、いくら喉乾いててもまさかおしるこは買わないだろうと思って残しておいたのに。悪かったな。おしるこ買ってよ。バカにしてんのか。俺はバカにしてんのか。痛いよ、やめてよ。今度しょうもねえことしたら本当に潰すからな。やりません。もうレッドさんが頼んでもやりません。本当だな。誓って、レッドさんにそんな真似は二度としません。もう帰れ。はい。ふさちゃん、うん、お待って、この野郎。おしるこはもらったよ。逃げられた。アニマルソルジャー結成の手土産です。本当はレッドの首を持ってきたかったんだけど。いや、で、何これ。恐るべし悪魔の使いアニマルソルジャー、次に狙うものは果たして。何食べてるんですかね、デルズ。そう、僕らカイザさんは本当にデリカシーがないというか、なんというか。デルズ、クロシャイム川崎支部に本部からクール宅配便で送られてきた謎の怪人。近所の猫のミーちゃんが行方不明になったのと彼が住み着いた時期は偶然にも一致する。あ、バンブ様、このままだと今に取り返しのつかないことになるので。その先は言わないで。あ、すみません。
仕方ないな、こうなったら。なんで俺のとこに相談に来んだよ。怪人のことで困ってるんで。てめえらの怪人じゃねえかよ。いらっしゃい、バンプさん。じゃあなんか出すな。あ、奥さん。あ、じゃなかった、かよこさん、本当にお構いなく。遠慮しないで。埋めてやろうか、この野郎は。本当に、あ、手ぶらで来るのもなんだと思ったんで、これうちでイカと大根を炊いてみたんですけど、よかったら。あら、本当、今何かに移し替えてきますね。あ、もしあれだったら容器ごと置いていきますよ。また取りに来ますから。また取りに来んじゃねえ。で、その怪人っていうのはどういうやつなんだよ。それがよくわからないんです。あ、とにかくデルズ君はすごいっていう話だったんですけど、うちの組織もほとんど正体知らないし、今回も私たちのいない間に天井裏に入り込んじゃったんで。お前、どんなやつかも分かってねえのかよ。だってなんか怖いんです。話しかけても返事もしないし、みーちゃんを食べ食べ、なんだよ。あの、なんでもないです。おい、そんなやつを俺に調べさせて、俺に何かあったらどうすんだよ。それはそれで世界征服の方が前進するんで。だって結局戦わなきゃならないのはレッドさんでしょ。まっ、いいじゃない、ちょっと見てきてあげなさいよ。前にも引っ越しの手伝いをしてくださったんだし、近所になったよしみで。あの、とにかく私が言うのもなんなんですけど、大事にならないうちに何とかした方がいいんじゃないかと。どういうアドバイスだ。ただいま、レッドさん来てくれたから。あ、よろしくお願いします。で、どこにいんだよそいつは。あ、こっちです。この部屋です。います、います。ここから天井裏へ入れるんです。あ、2号、悪いけど台所の椅子持ってきてくれる。あ、はい。あ、いや、キー、よろしくお願いします。あれ、誰か来たよ。すいません、お客さんみたいで。バンプ将軍ですか。どちら様でしょうか。あ、どうも、はじめまして、デルズです。え、いや、どうもすいませんでした。いや、僕が完全体になった時誰もいらっしゃらなかったでしょ。すごい寂しかったな。あ、で、あの、僕お腹空いちゃって、コンビニかスーパーでパンでも買ってこようかなと思いまして。あ、そしたらね、道に迷っちゃいまして。ここの土地勘がない上に僕極度の方向音痴だったんですね。いや、今の今までずっと迷ってたんです。なんか慣れてきてすいません。どういうこと。バンプさん、バンプさんに言ってなかったわよね。兄ちゃん、あれからすぐ帰ってきたの。え、ごめんなさいね、お騒がせしちゃって。なぜか首輪だけなくなってたけど、どこも怪我はなかったわ。だから新しい首輪買ってあげたのよね。首輪つけたら苦しくて猫ちゃんかわいそうでしょ。じゃあ、あの骨は。手羽先の骨だったのだ。結局レッドさん、呆れて調べてくれませんでしたね。本部に問い合わせたけど、そんな怪人知らないって。でも悪い子じゃないみたいだし。大佐さん、今日どこ行ってたんですか。カフェ、メイドカフェ。天体戦士サンレッド、これは川崎市で繰り広げられる善と悪との戦いの物語である。どうも。で、どうでした。あれからね、実行委員の人に聞いたんだけどね、やっぱまずいんじゃないかって、他の区の手前。そうですか。じゃ、しょうがないですね。ね、じゃあそういうことで。すいませんでした、わざわざ。やっぱり空飛んじゃダメだって、区対抗スポーツ大会の玉入れ。そんな、背が高いのが個性なら、空飛べるのだって個性じゃないですか。酒と醤油と卵白と生姜汁、片栗粉入れて、ごま油を入れて、よく混
まぜ、ただ手の中で丸めて、さあ悪と油取りながら団子鍋で煮込むのさ。野菜入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味に、ポン酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて団子鶏団子鍋食べよう。28歳 OL、 定職に就かない男との結婚に悩んでいる。今夜はそんな女からのご指名だ。なるほど、まあ結婚カウンセリングなんてのはホストの仕事じゃないが、例えば買い物で言えば、迷った挙句に買って心から満足したことが一度でもあるのか。それはどんなことをしても手に入れたい、そう思えたものだけに金ってのは使うんだな。レイジちゃん。ところでお客様、このレイジはお買い上げいただけますか。一点限りの限定品、今なら漏れなく安らぎがついてくる。わあかわいい。ねえ触っていい？お耳がぽよんぽよん。悪いな、これが俺の仕事なんだよ。シャンパンタワーいただきました。ありがとうございました。ソルジャーはデビルネコ、化石で世界征服を企む悪の組織フロサイムのぬいぐるみ型怪人で結成された恐るべき殺戮集団である。もう話して。それいけ、アニマルソルジャー作戦会議。僕たちならではのレッド摩擦計画を練るよ。うん、後ろから大釜でバッサリ。それじゃ普通すぎじゃない？そっか、あ難しいな。それいけ、アニマルソルジャー。いいじゃんかい。アニマルソルジャーの一員ピーちゃんカイは改造マニアである。自分で自分を改造することを抑えられないのだ。としているの、ピーちゃん。バンプ将軍のさっと一品。皆さんこんにちは、バンプです。
すっかりおなじみのこのコーナー、今日は第4回目。今日も張り切ってお料理しましょう。さあ、今日のお料理は相変わらずとっても簡単、トマトトースト。それじゃあ材料の紹介、まずは食パン、あとマヨネーズ、あとトマト、以上ね。じゃあ早速お料理。まずは食パンをトースターで焼いて、トマトはパンが焼き上がる前に切っちゃいましょう。大きさはお好みで、厚くても薄くてもあなたの好きにしちゃって。パンは焼き上がった。焼き上がったパンを取り出して、パンにマヨネーズを塗って、量はお好みで。マヨネーズを塗ったパンにさっき切ったトマトを乗せたら出来上がり。とっても簡単トマトトースト。やりそうでやらないでしょこれって。マヨネーズを塗るのはバターよりめんどくさくないから、一人暮らしのあなたにもぴったり。カリ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 、フラットマット。ほらほら、タイザ君ボロボロこぼしちゃってるよ。バンプ様、買ったんですか？見せてくださいよ。ちょっと待ってて。ほら、高齢者向けの楽チン本。ゲイラスコに着メロ入れてもらったんだよ。ちょっと待っててよ。ほら、流行ってるんでしょこの曲。羞恥心。あ、もしもし、かよこさん。パープさん、どうしたんですか？携帯買ったんで電話してみたの。ついに買ったんですね。そうなの。どうかと思ってたけど、やっぱり便利だね携帯って。そうそう、バンプさん、私バンプさんに聞きたいことがあって。おでんの作り方？煮込むときは蓋しちゃダメ。練り物が膨らんじゃうし、つゆが濁るから。あと冷めるときに味が染みるから、そう、煮込みすぎちゃダメよ。火はつけたり消したりするの。はい、また何かあったら携帯にかけて。はい、じゃあね。バンプ様、今日の夕飯何にします？バンプ様、電話で分かったかな。え、やっぱりちょっと心配だから行ってくる。私どこへ行くんですか？おでん。ごぼばき、ごぼばき。じゃあ今日はおでんにするんですか？ちくわぷる。わざわざ来てくれたんですか？でもごめんなさい、すぐに帰ってもらわないと。実は今からお客さんが来るの。あの人の先輩が。先輩って？正義の味方よ。それも二人。おでんはそのおもてなしで作るのよ。じゃあ私帰った方が身のためだね。やだ、来たわ。バンプさん隠れて。片身の部屋の押し入れが開いてるわ、早く。はい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 。いらっしゃい。俺だよ。あら、先輩は？駅で待ってたんだけどよ、来ねえから。もしかしたらもうこっちに来てるかと思ってよ。そうそう、バンプさん来てるわよ。どうも、こんにちは。何してんだよ、人んちの押し入れで。あんたの先輩が来たと思ったから隠れてもらったのよ。何しに来たんだてめえは。お宅のおでんが気になって。気になんじゃねえ。電話だ、ちょっとすいません。はい、もしもし。上田？間違ってますよ。私フロシャイムのバンプというものですが。いえいえ、間違いでした。なんで着メロが羞恥心なんだよ。っていうか、お前いいから帰れ、先輩来ないうちに。俺が言うのもなんだけど、立ち悪いからよ、あの人たち。じゃ、かよこさん、お邪魔しました。またいつでも遊びにいらして。はい。はい、じゃねえだろ。やば、来た。おい、もう一回お尻にかけろ。おい、レッド、入るぞ。お久しぶりです、兄弟戦士アバシリンのお二方。どうも。おい、久しぶりだな、レッド。はい。相変わらずでかいっすね。カヨコさん、ちょっと見ない間にいい女になって。あれかな、毎晩レッドとちょめちょめちょめかな。やだ、もうアバシリバーさんたら。ちょめちょめ。
ゴールドさんはウイスキーは飲まれるのかしら。ああ、何言ってんだミネコ。ミネコ、何でも飲むっしょ。ほらいいから、いいから、ほらカヨコさん、こっちほら、ほら座って。そうですか、じゃあ失礼して。おいカヨコ。あららららら、いいからいいから、俺らに気使うなって。あ、で今日はなぜ北海道からこっちに。ああそれよ、東京で怪人でも狩ろうかって思って上京したのよ。でもな、収穫ゼロったく。逆にあれだね、都会の怪人はあれだね。そうあれだよ、お利口さんつうか真面目くんつうか。ほんと北海道の怪人はみんなやっちまったからな。あーボコリて、正義の血がたぎってしょうがねえよ。え、北海道って言えば凶悪とされる悪の組織デスヒグマ団があるんじゃ。やっちゃった、とっく。こいつな、酔っ払ってデスヒグマ団の寝込み襲いやがって。そういう兄貴だって後ろから来て、いや後から来てさ、もうボッコンボッコンに、怪人ボッコンボッコンにしてたじゃん。後ろも前もボコボコだよ。ほんと立ち悪いわ。こっちの怪人は力がねえな、力、力と書いて力。正義の槍場がねえ。どうしよう、見つかったら私ただじゃ済まない、きっと。あ、なんか鳴ってねえか。あのバカ、気のせいじゃないですか。バカ、聞こえてんじゃねえか、おら。周知心だな、周知心。どうしよう、どこ押せば電源切れるんだろう。買ったばっかりでまだわからない私。ああ、あえて今周知心か。ああ、それ私の携帯です。カヨコの携帯ですって。ほら飲みましょうよゴールドさん。あらららららら、ミネコの携帯だったか。あれ出ないの。あ、いや、お客様がいらしてるのに。あ、ちょっと失礼。ああ、え、ささ、ビールもう一杯どうぞ。あ、バーボンの方がよろしいかしら。シルバーさんもおでんどんどん召し上がって。おりゃー、どこ行ったんだろうパンク様。携帯鳴らしてるのに。ん、この音。あー、パンク様。あららららら、どうしたオイレッド。おい、今の音なんだ。いや、大きなネズミがいまして。私、北海道には絶対行かない、絶対。ほう、北海道行きたい。行かない。ああ、その後バンプ将軍の楽ちん本にレッドからのガラス大請求があったのだった。犬ですか。そうだ。
ても踏んづけても水泳の悪は頑固でしつこい油汚れによく似てる。今週の汚れは今週のうちにちょいのパッパでほら綺麗ね。水の口パツの真っ赤なヒーロー三連投。お待たせしました。 A ランチのお客様。はい。え、何？俺のサラダは？なんでお前らばっかサラダ来てんだよ。え？いや、アントキラーさんランチセットじゃありませんよね。単品のエビドリアにはサラダつかないんすよね。サラダつかないんすよね、じゃねえよ、先に言えよ。あー食いてえな、サラダ。最近野菜不足だしよ。あー、じゃあ俺ランチセットに変えてもらってきます。えよ、正直遅かったと思わねえ？俺への三レッド抹殺命令。はい、だってぶっちゃけ同じ砂系のガジェムさんよりアントキラーさんの方が100倍強いじゃないですか。バーカ、おめえそりゃ言い過ぎだっつーの。まあ強えのは確かだけど、本来なら先にアントキラーさんが任命されてもよかったですよね。まあガジェムさんは先輩だからよ、顔立てる意味でも別にいいんだけどよ。けど同期のモスキーに酒を越される意味が分かんねえんだけど俺は。それは分かんないです。まあその時の作戦との兼ね合い的なものがあったんじゃないですかね。まあ俺もガキじゃねえからバンプ様には何にも言わねえよ。でもよ、今回は俺と決まった以上きっちりぶっ潰させてもらうけどな。悪いけど俺マーダーライセンス系だからよ。マーダーライセンス、マーダーライセンス系っすか。あ、でもあれっすよ、レッドのやつ半端ねえ強いっすよ。いた！はぁ、レッドのやつ半端ねえ強いっすよじゃねえよおめえ。すいません、申し訳ないけど俺 200% 勝つから。 200%あり地獄にレッドを引きずり込んで砂に埋もれればレッドは蹴りも出せねえ。踏ん張りが効かずパンチ力も半減。一方こっちは砂の中では水を得た魚。どうすりゃ負けるのか教えてほしいわ。逆に。そうですよね、逆にね、逆に絶対に教えてやりましょうよ。教えたった教えたったろ、教えたった。ところでお前らこの後なんか用あんの？え、いえ特には。じゃあちょっと付き合えよ。あれほら、アリ地獄作れそうな場所を探すからよ。思ったより砂利が多いな。水分含んでサラサラしてねえし、公園は大抵アリ地獄に向いてねえんだよな。ホコリが立たねえように粘り気のある土使ってっから。ここもそうだわ。この辺はほとんど舗装されちゃって土にお目にかかるのが難しいですよね。たく住みにくい世の中になったもんだぜ。アントキラー君、見つかったよ、アリ地獄の場所。本当ですか？線路渡ったところに接骨院あるでしょ。あそこの奥入った家、柴田さん家。そこの庭の畑が空いてるって。ほら、ここ今年は何も作ってないんだって。二世帯住宅建てる予定だったとかで。え、予定だった？なんか中止になっちゃったらしいの、息子さんと喧嘩になって。はあ、でも本当に借りちゃっていいんですかね。いいって言ってくれてるんだからお言葉に甘えようよ。私も後でサラダ油でも持ってお礼に行くから。はい。できたの？はい、まあこんなもんです。どうも。柴田さん、お世話様です。お世話になってます。これがアリ地獄ですか。綺麗ですね。ねえ、あまり近づかない方がいいですよ、落ちたら大変ですから。土はどうでした？あ、もうビンゴって感じで。ここは砂地なんで畑やっても芋類しかできないんですよ。いや、このサラサラ感がアリ地獄にぴったりで、レッドも落ちたら二度と生きて出られないですよきっと。よし、
うん、え、茂彦、なんだこんな時間に。家のこと、もう一度富田さんとこに頼めないかな。うん、悪かったよ、話も聞かずに。富田工務店に頼んだって聞いたとき、てっきり親父が抜け駆けしたのかと。お袋がファックスで見取り図を送ってくれたんだ。キッチンも俺の希望通りだった。あれから考え直してな。お前たちの方が長く住むのだから、お前たちの意見を尊重しようと思ったんだ。ごめん。分かった、じゃああれしようか、すぐ富田さんに電話を。うん。ああ、心配しないでください。ここを対決に使っていただく時間はありますから。あ、じゃあすぐレッドさんをおびき寄せて、アリ地獄に落とすようにしますんで。よろしくお願いします。よかったですね、柴田さん。いい話だね。本当にな。いや、これ事故っすよ。アリ地獄に入る前にやられちゃったんじゃ。ほんとっすよ、事故みたいなもんっす。入ってたら絶対勝ってたんすから。通りがかりで突然来るか、普通。マジムカつくわ、レッド。今度チャンスもらったら絶対容赦しねえ。マジでマジで。で、大体な、聞けよ。特用和牛すき焼き用ロース100g 238円、タイムサービスやってて得しちゃったわ。あれにもたまにはいいもの食べさせてあげないとね。ん？あ、あの子。負けた、クソ。あいつらのおかげで回転間に合わなかったからいい台取れなかったじゃねえか。やめて、そこ触られると弱いし。ほら、我慢して、じっとしてて。カエコ、お前。あ、レッド。てめえ、また証拠りもなく俺んちに。ボッ。って、お前何しやがんだ、いきなり。見損なったわよ。何がだよ。とぼけないでよ。あんたでしょ、ウサちゃんこんなにしたの。あ、あんた、こんな可愛い子にも容赦しないの。いやいやいや、俺じゃねえよ。こいつらの自業自得だっつーの。だってこの子、バークさんとこの子なんでしょ。あんたがやったに決まってるじゃないの。だから違う。つーか、話聞けよ。さっきパチンコへ行く途中で公園の前通ったらよ。来た。あ、お、な、今だよピーちゃん。あ、ねえな、おい。ある意味今までで一番ヤバかったわ。あ、おい、生きてんのか。おい、おい、こいつ大丈夫。ただいまチャージ中、再起動まで8時間35分。たく、俺急いでっから行くぞ。じゃあな。そうなの、ウサちゃん。てめえはちゃんと説明しとけ。ちょっとやめなさいよ。いい、ウサちゃん、この人の抹殺は他の強い怪人さんに任せて、これからはこんな無茶しちゃダメよ。わかった。どういう会話だよ。いい子でしね。しかしまあ、お前いつまで経っても裁縫ダメな。せめて似た色の糸ぐらい使えっつーの。うるさいわね。ほら来いよ、ウサコ、俺が縫い直してやっからよ。え、この人裁縫得意なのよ。一人暮らし長かったから。一言余計だ。ほら来いよ、縫ってやっから。いいよ。いた、てめえ何しやがんだ。ああ、ウサちゃん、次は絶対倒すからね。レッド、ったく、何なんだよ。ちょっと大丈夫。あ、ウサちゃん無事でよかったよ、ウサちゃん。公園の水道で体洗ってきたら、ウサちゃんいなくなっちゃっててさ。気にしないで、デビル猫くん。まさかかよこさんが拾ってくれたなんてね。後でお礼しとかなきゃ。バンプ様も心配してたんだよね。ね。みんなレッドさん抹殺に燃えるのはわかるけど、私に無断で行くのはやめてね。ごめんなさい。今回だけだよ。でもかよこさん、裁縫はあんまり得意じゃないみたいだね。おいで、うさこっつ、私が縫い直してあげるから。
あれ、ここんとこ目が悪くなったみたい。パンク様、僕しばらくこのままがいいです。え、何？ウサちゃん大丈夫かな。おめえさっきからそればっかりじゃねえか。だってぬいぐるみなんだよ、動くんだよ、喋るんだよ。あのな、ああ、もしかしてあんた焼いてんでしょ。アホらしい。かよこさん、天体戦士サンレッド、これは川崎を舞台に繰り広げられる善と悪との壮絶な戦いの物語である。酒と醤油と卵白と生姜汁、片栗粉入れてごま油を入れてよく混ぜたら手の中で丸めて、さあ悪と油取りながら団子鍋で煮込むのさ。野菜入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味にポン酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて団子鶏団子鍋食べよう。セリフはどっち？